します愛します心注ぎただあなただけしたい求めます第0ドクレビキ主はモーセに仰せになった。以下は主の祝日であり、その日、あなたたちはイスラエルの人々を聖なる集会に召集しなければならない。第一の月の14日の夕暮れが主の過ぎ越しである。同じ月の15日は主の上皇祭である。あなたたちは7日の間、酵母を入れないパンを食べる。主の地には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。7日の間、燃やして主に捧げる捧げ物を続けて、7日目に聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。私が与える土地に入って穀物を収穫したならば、あなたたちは初を祭司のもとに携えなさい。祭司はそれを主に受け入れられるよう見舞いに差し出す。祭司は安息日の翌日にそれを差し出さねばならない。あなたたちはこの安息日の翌日、すなわち初を携え奉納物とする日から、数え始め、満7週間を経る。7週間を経た翌日まで、50日を数えたならば、主に申告の捧げ物を捧げる。第7の月の10日は、食材日である。聖なる集会を開きなさい。あなたたちは、苦行し、燃やして、主に捧げる捧げ物を携えなさい。第7の月の15日から主のために、7日間の仮慰労祭が始まる。初日に聖なる集会を開きなさい。いかなる仕事もしてはならない。7日の間、燃やして、主に捧げるものを捧げ続ける。8日目には、聖なる集会を開き、燃やして、主に捧げるものを捧げる。これは聖なる集まりである。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。以上がイスラエルの人々を聖なる集会に召集すべき主の祝日である。あなたたちはこれらの定められた日に燃やして主に捧げる焼き尽くす捧げ物、穀物の捧げ物、和解の捧げ物、ブドウの種の捧げ物を捧げる。神の御言葉、神に感謝。
みに合わせて高らかに歌い、ことを奏でたてごとをかき鳴らせ、祭りの日、新月の日に角笛を吹き鳴らせ、喜び歌え、神に叫びをあげよう。これはイスラエルの掟、ヤコブの神の定め、エジプトからの救いの記念に、神はヨセフのために祝日を定められた。私が受けた神の言葉。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。あなた方に述べ伝えられた福音は、永遠にとどまる神の言葉。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは故郷にお帰りになった。街道で教えておられると、人々は驚いていた。この人は、このような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちはみんな我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。この世に人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言い、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。主の御言葉、キリストに賛美。